皆さんこんにちは。今日は山陽本線光駅にやってきました。光駅は光ってますかね。まあ光っ、あてかまあ蛍光灯は光ってますよね。山口県光市なんですけども、駅前こんな感じですね。甘露飴の広告とか、まあ、タクシーが止まって、まあ山口県光市なんですけど、まあ地元の人にとっては、まあ光市といえば、まあ光ってとこだよねっていう感じでしょうけど、まあ全国的に見れば、山口県光市ってどんなイメージですか？何を思い浮かびますかって聞いたら、多分あれなんでしょうね。あれなんですよ。まああんまり言わない方がいいかもしれませんけどね。虹の文具館。ああ、文具館ね。虹のように、まあ、色とりどりの、まあ今日はね、雨降っちゃったんで、あんまりね、虹が見られるような感じではないですけど、雨上がりに虹がかかるかな。おお、抜群の南海大学合格実績か。大阪大、神戸大、岡山大、山口大、九州大、広島大、まあこの辺りは九州も近いので、九州大学も、結構射程圏内なんですかね。なんか派手な看板のお店が多いですね。まあ中心市街地ですけど、幹線道路なんで、まあいわゆる地方都市郊外のような、そんな光景が広がってますね。あ、JR バス走ってますね。JR バス中国。まあ JR バスも昔は結構路線が伸びてたんでしょうけど、最近は JR バスも縮小されて、全国的にまあ民間のバスに、あ、民間というかまあ JR も民間なんですけど、まあ地元のバス会社の路線になったりとか、コミュニティバスに変わったりとか、まあなかなかね、 JR バスも少なくなってきてますよね。まあ左手で傘差しながら右手でカメラ持つのも手が疲れますね。ちょっと手がぐらついてしまうかもしれませんけど、それはちょっとね、国道188号線、あ、膨張バスですね。膨張交通、膨張バスはね、どんどん膨張していくんですね。膨らんでいくんですよ、お客さんをパクパク食べてどんどんね取るんですね。それが膨張バスですから。でもさ、食べたらすぐに太る人もいれば、食べても食べてもなかなか太らない体質の人っていますよね。太りやすい人、太りづらい人。まあ私は太りづらいタイプなんですけどね。肥満で悩んでる人からすれば、食べても太らないの羨ましいって言うんでしょうけど、でもさ、食べなければ太らないんだから調節できて便利じゃんって思うんですけどね。太陽の力でパワフル給油。なるほど。太陽光発電ですね。
しかし雨が降ってしまうと太陽光発電もできないんですよね。あ、でも若干、まあ、曇っててもまあそれなりに太陽光は届いてるから発電できるのかな。まあ、太陽光発電所は増えましたよね。ソーラーパネル至る所で目にしますね。まあいいことだと思いますけどね。太陽光はタダですからね。てかまあソーラーパネルそのものは作らないといけませんけど、太陽光はさ、いくらでも降り注ぐので、太陽光発電しまくったがゆえになんか、エネルギーが枯渇しちゃいましたとかないですもんね。まあ化石燃料とか、まあ資源有限ですけど、太陽はさ、使った分だけ減るってもんじゃないので、減るもんじゃねえんだからやらせろよじゃないけどね。光市虹ヶ浜一丁目か。虹か、虹ね。まあこの辺りで折り返し運転しようかな。ちょっとね、ちょっと雨濡れちゃうとね、本当にきついんで。まあ国道それると住宅地ですね。まあ国道沿いだけは華やかですけど、まあそれ以外は割と地味な風景ですね。でしかも曇っちゃって雨が降ると灰色の風景ですね。まあ灰色というか白というか、まあ灰色ですよね。いやー、ちょっとね、雨降っちゃうと、てか曇っちゃうと風景が沈んじゃってね、なんだか、なんだかな、なんだか、地球とあなたに優しい住まい。高耐久、高気密、高断熱。ああ、そうなんだ。山口の春屋書店、明るいですね。まあしかしやっぱりさ、曇っちゃうと、あ、光行った時曇ってたな、雨降ってたなってイメージになっちゃうんですよね。その地域のイメージが雨によって塗りつぶされてしまうというかさ、そういうところありますね。芋焼酎、高濃石。ああ、お酒か。光酒飯？お酒ね。アパート、借家。うん。単純で分かりやすいですね。アパートって書いてくれれば、あ、アパートなんだなーってね。一目瞭然ですからね。なんか古めかしい看板が。西岡、歯ですか？西岡葉。歯医者さんなんですかね。まあそんなわけで光駅戻ってきましたね。まあちょっと光らない歩行動画でしたね。光と闇というか、闇と光というか、なんかどんよりとした歩行動画になってしまいましたけど、山口県の光市、なんか銅像ですね。光市民憲章、ふるさとの自然を愛し
花と緑の豊かな街を作りましょう。心と体を鍛え、文化の香る街を作りましょう。温かくお互いに助け合い、笑顔のあふれる街を作りましょう。楽しく働き、物を大切にし、活躍のある街を作りましょう。決まりを守り、人と飛び幸せな街を作りましょう。あのですね、決まりを守るのはそりゃそうですけど、ふるさとの自然を愛し、なんで愛するものをね、死によって決められなきゃいけないんでしょうね。何を愛するかは、個人個人のさ、その人生が決めることじゃないですか。自分のさ、何が好きか何が嫌いかとかね、つまり光市民憲章に歩行動画を愛しって書いてたらおかしいでしょ。いや、歩行動画を愛するかどうかは俺が判断するから、光市決めんなよってね、そういうことですよ。ふるさとの自然をね、愛したいという気持ちはそれはいいんだけど、でもさ、それは個人個人が勝手に考えることで、市がさ、これを愛しましょうとかさ、なんかそれってね、余計なおせっかいなんですよね。だからまあちょっとね、物を言いたいというかね、まあそんなわけで、ありがとうございました。